こんにちは。こんにちは。卓球センター .jp のよしです。馬場真由です。よろしくお願いします。お願いします。本日は、なんか、なんでしょう。吉本さん、知ってますか、はい、じゃん。はい、知ってじゃん。はい、知ってます。じゃん。はい。いやー、見てください、このピンクとブルー。とうとう、日本にも来ちゃいましたね。来ちゃいました、ついに。私、ピンクがいい。はい、そうですね。ビクタスさんより、ニューカラーのラバーね。V1 号エキストラには、ブルーのシートのラバーと、ベントス・リンバーには、ピンクのラバー。ノン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 。ベントスシリーズですから。リンバーだけじゃないですから。ベントスのシリーズ全部にピンクのカラーがね、新発売。まあ、実際これ打ってどうなんだとかはちょっとわからないことも多いですよね。まあ、物としては変わらない設定のはずなんですが、どうなんでしょうね。うん、で実際こうなんか受けてみても、なんかあブルーやなんか変やみたいなこう惑わしがあるのかないのか、ちょっと検証していきましょう。そうですね。ちょっとねやってみないとわからないので、まあ、そういうところもちょっと確認したいと思います。一応。日本では、日本メーカーでは、そうなんですよ、先陣切ってちょっとビクタスさんがラバーを出したということなので、もしかしたらね、他のメーカーさんもどんどんニューカラーを用意してくるのかもしれない。どうなんでしょうかね、わからないですけどね、うん、まあちょっと検証してみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。なんか卓球あんまりし
知らない方がね、見たときに、なんか、カラフルだと、ポピュラーな雰囲気がするような感じがしますよね。なんか、子供とかちょっと好きそうじゃないですか。確かに。かわいい感じ。お前、青な、みたいな。私、ピンクみたいな。ありえますよね。なんか、選択の幅があるとね、そうですね。面白い感じがしますね。それこそ、ちょっと強い相手と試合当たるときに、ピンクのラバーに、ピンクのユニフォームが、街のなんか有名な人が使ってほしいですね。じゃあちょっと憧れるじゃないですか。確かに。なんかそれで増えそうみたいな。おばさん使わなきゃダメじゃないですか。私使わなきゃダメですか。日本を救ってください。検討します。はい、よくよくもっとオールバイオールとかやってみます。やってみましょう。私バックちょっと裏できるのか知らない。バックがどうしましょう。いやけどなんとなくやっぱフォワードロー多いじゃないですか。じゃあバックからラバーでいきましょう。そうですね。僕のチキータ炸裂するかもしれない。注目しておきます。
10月の1日から何やらこう試合でも公式の大会でもまあ使用が可能になるっていうことみたいですね、はい。まあ、10月1日にはみんなちょっとね使ってる人がどんどん出てくるのかなっていう形みたいですね、はい。ちょっと楽しみなラバーが発売になりますので、ご報告でした。ありがとうございました。ありがとうございます。